山本力蔵は、千葉県の実業家、香取郡尾美川町町長,長、新東京国際空港公団副総裁。1907年に、旭町成田で、醤油醸造を営む、飯田本店の4、男として生まれる。陽名は、広蔵で、後に実ると改めた。1925年に、千葉県立鳴戸中学校卒業後、大阪南堀江の免科証である。 戸べ商店へ見習い暴行に出る。1927年、20歳の時に、尾み川町で、醤油醸造を営む大村屋の婿養子となる。木下朝吉に指示して、醤油醸造を研究し1939年には、中国に渡って、技術指導を行う。翌1940年には、災難市内に株式会社老協醸造所を起こし、醤油、味噌の工場を、 解説、1943年には、災難市内の醤油醸造会社4社を合併して、三島醤油味噌統合株式会社の社長に就任するなど、精力的に活動した。第二次世界大戦後に、大陸から引き上げ、1946年に二代目、山本力造を襲名し、翌1947年に39歳で、尾身川町の町長となる。 19年間の姿勢では、尾身川町営野球場に、プロ野球試合の誘致、尾身川大橋の開通、工業団地の造成、国保尾身川中央病院の設立、利根川の治水対策等の実績を挙げる。住民感覚で調整を行い、人のつながりや世話になった人を大事にすることを忘れなかったといい、1954年には、千葉県町村会長、その後、 全国町村会長に就任する。1966年8月16日、自由民主党副総裁、川島章二郎の要請により、新東京国際空港公団の理事に、地元代表として就任。三里塚闘争が続く中、地域住民と積極的に対話を重ねて、成田空港問題の解決に努めた。公団から受け取った報給はすべて部下の慰労に使っていた。 地元情勢が切迫する最中、空港公団総裁の成田勤が1967年10月2日に自身のスキャンダルで辞任した。これに伴い副総裁の今井久志文が空港公団総裁に昇格すると、その後任に地方自治のベテランであった山本に白羽の矢が立った。山本自身は一旦、私は地元代表とはいえ、政府や公団から見れば招かれざる。 客だ。理事には、出身省親分、子分の系列があるが、私には誰一人味方がなく、官僚社会で一人ぽつりと取り残されると断り、辞表を出したが、川島の異分により、同年11月4日に、空港公団副総裁に就任した。1974年7月に、公団副総裁を退き、公団顧問となる。1983年に死去。 同年11月10日に、尾身川町による町層が取り行われ、当時の内閣総理大臣、中曽根康弘から弔辞が送られた。空港公団理事として、地元との話し合う時には、反対という言葉を用いず、まだ賛成いただけない方、と呼ぶことを心がけていたという。山本は、友の無千葉県知事に対し、遠い親戚関係の人も反対派農民の中に、 いるので、東京の現地から離れたところでは、大体地を見たいとか話ができるが、現地では本人に迷惑がかかるので行くこともできない。空港が来なければ平和に暮らしていたのに、本当に申し訳ない。私はいつでも、副総裁を辞めようと思うが、私より苦しい人もいると思うと、辞めるわけにもいかず、悩みますと、空港公団副総裁としての苦しい境中を、語っていた。 空港公団副総裁時代に用地買収額の上乗せに充てるために山本家が所有する山林を売り払っていたことがあったという。この話を銀行筋から聞きつけた山村信次郎が山本に真偽を確かめると山本はほとんどの人が知らないことでありあなたさえ黙ってくれていたらいいんだ。もしこのことが知れ渡ってどこかの誰かに迷惑をかけてはいけないから。 どうぞ言わないでくださいよと多言無用を求めたという。この逸話を山村から聞いた二階堂を進むは委託官名を受け、官房長官名義でスイス製の海中時計を山本に贈呈したという。君三党旭日中受賞を受賞し、四五十四位を追贈。尾み川町名誉町民となり、1993年には尾み川町役場内に懸賞費が立てられた。ありがとうございます。